その夜、太陽系を離れた無人探査船テトが偶然にも一つの星の最後を記録した。消えた氷の星、その名は惑星ラセスタ。この夢のように静かな惑星ラセスタの最後が地球に住む3人の少年の未来を大きく変えることになる。ラセスタが同星系の惑星リミトラに吸収され消滅しました。これは惑星ラセスタの軌道がズレを生じリミトラに接近しすぎたために。セトル、どうしたの母さん。今からお母さんの言うことよく聞いてちょうだい。惑星ラセスタは。惑星ラセスタ？そいつら一体いつから集まり始めたんだ。惑星ラセスタの消滅直後からです。敵生命体かしら。今日の朝地上でも異生命体反応みたいなものがあったんですけど。なんでさっさとそれを言わんのだ。って言うんですけど、その異生命体反応は記録に残ってないんです。なんだ、記録に残ってないのか。はい、いや、ほんの一瞬なんですけどね、うん、その都内で異生命体反応がこうピコッと。ピコ？え、一瞬なんですけど。でもデータには残ってないんだな。はい、うん、分かった。今度またピコッと言ったら言ってくれ。いいな。到着と。はい、疲れた。お前またどじったな。どじってないよ、ボイが一人抜いたんか。これ2位だったもん。さっさと宿題やっつけて遊ぼうぜ。作文の題名なんだっけか。僕の未来だよ。よし。まだ決まってません。おり。たっちゃん、それじゃあ僕告白する。分かってるって、3組のミキちゃんだろ。ミキちゃん。たっちゃん、おはずれ。サトルが好きなのは1組の小林さんだよね。僕はラセスタ星人なんだ。今朝母さんから聞いたんだ。後で穴沢神社行こうな。うん、若林で水石アーミル買ってこうね。本当なんだってば。たっちゃん、ねえ、みのっち。じゃあ今その証拠見せるから。いい？あ、異生命体反応。ほら、消えました。パパ。うん？僕が宇宙人になったらどうする？もしある日突然自分が宇宙人だって分かったらどんな感じ？怖いだろうな。怖い？だって自分が宇宙人だってバレたら大変なことになるだろう。もちろん人には言えないし、そりゃ恐ろしく怖くて、そう、寂しいだろうな。寂しい？はっちゃん、みのっちも行こう。じゃあ僕の部屋行こう。
夫です、おばさん。絶対誰にも言いません。サトルがラセスタ星人だってこと。ミノッチ、先行ってるぞ。大昔、惑星ラセスタに氷河期が始まった時、ラセスタ星人は母星を離れていろんな星に移住した。そしてそれぞれの星の種族に同化していったんだ。母星を離れる時、ラセスタ星人は2つの約束をした。2つの約束？うん。いつか氷が溶けた時には必ずまた惑星ラセスタに戻ってこようって。やっぱ自分たちの星だもんな。もう一つの約束は？もし惑星ラセスタが消滅した時には、その年にラセスタ周期5歳のものが自然に元の姿に戻ってしまうんだ。そして約束の場所に集まって新しい母星を探しに行く。周期5歳は地球の年齢でちょうど10歳、僕の年なんだ。それを過ぎるとラセスタ星人の体は住んでいる星の種族にすっかり同化して元に戻らなくなるんだって。じゃあおばさんはもう。うん、母さんはすっかり地球人だよ。お父さんもおじいちゃんも。で、約束の場所ってどこなの？トナカイ座のイリス。いつ出発すんだ？明日の夜。これは地球前の代表なんだね。そうだね。じゃああれだ、新しい仲間に地球のこといろいろ教えてんなきゃ。やっぱ地球っていや、これだな、ピラミッド。たんちゃん、これスフィンクスだよねえ、サトル。異性メーター反応。また異性メーター反応。行って、先に行ってよ、変わるときは。あ、ごめん、つい気が緩んじゃって。いいから、くつろげくつろげ。あー、驚いた。消えません、消えません、まだ消えません。 A4 第2ブロック、若葉町。本当だ、一度本物見てみたいな。どうした？スーパーバッツの人が来た。え、なんで若葉？母さんがテレパシーでそう言ってるんだ。サトル、早く人間の格好に戻って、早く。なんか遊んでたもんね、怪しまれないぞ。いいか、子供の方が最優先だ。行くぞ。僕たちはエゴクラブに入っています。はいはいはい。あ、それサンサン。ダメだよそれ。ごめんごめん。いや、さっきまで確かに反応があったんだよ。ごめんね、びっくりしちゃったね。このおじさんが間違えたんだからね。なんて言った今お前、なんて言った？アスカ、帰るぞ。昨夜の反応はとってもはっきりしてたんだ。この町のどこかにきっと異星人がいる。聞いてんの？やだな、聞いてますってば。いいかアスカ、俺は断じておじさんではないし、間違ってもいない。サトル、ピラミッドは無理だけど、この町の名所だって地球の名所には違いないからな。うん、みんなに会ったらきっと話すよ、この町のこと。たっちゃん、なんか目立ってるよ。心配すんなって。この格好ならサトルが急にラセスタ星人に変わっても絶対に誰も気がつかないはず。あ、やばい。見てたよ。見てたね。やっぱこの格好が目立つのかな。よし、明暗がある。サトルが目立たなきゃいいんだな。
タッチャン、なんか3倍目立ってるよ。いいんだよ、目くらまし作戦なんだから。みのっち、それどうしたの？え、母ちゃんのね、タンスに入ってたの。帽子は？姉ちゃんの。趣味悪い。母ちゃんは？え、これ、パパがゴルフに行くときに使ってんの。で待ってよ。そうだな。母さん。うん。飲んできなさい。温まるから。寒いから。心配しないで。サトル、お前はどんな時もお母さんの誇りよ。寒いね。我慢しろよ。あの子を守ってやってください。あの子の変化はまだ完全じゃないんです。ここなら大丈夫だ。夜は誰もいないから行こう。イリスもよく見えるよ。ラセスタ星人に変わったらすぐ出発すんだぞ。ジャンプ一発、こうシュワチシュワチだぞ。たっちゃん、みのっち、ありがとう。落ち着いてね、焦っちゃダメだよ。うん。頑張ってね。忘れないでね。忘れないよ。
こちら長島、超伝導研究所に異星人出現。今イーグルがそっちに向かった。ラジャー、ラジャー待ってください。あの異星人怯えてるんです。撃っちゃダメです。何寝ぼけたこと言ってんだ。よく見てください。あの異星人は町や研究所を破壊するつもりなんてないんです。イーグルを見て怯えてるだけなんです。各機一旦高度を上げ上空にて待機せよ。隊長、子供がイリスに行くんだよ。研究棟のそばに子供が二人います。レーザースタンバイ。隊長、子供たちは危険なんだ。異星人を交代させろ。バカ、そっちじゃない。こっちには超高圧を出せるんだ。行っちゃった。新しい星見つかるかな。うん、決めた。俺の未来は宇宙飛行士。宇宙飛行士になってサトルに会いに行く。それじゃあ僕は科学者になる。
それでタッチャンの乗る宇宙船を作る。会いに行こうな、二人で。うん。サトル！サトル！待ってろよ！イリスに集まった生命体が遠ざかっていきます。まるであの翼のある異星人を待っていたみたいだ。ありがとう。明日があるのさ。不明の虫風呂状態に陥った TPC 基地。その怪獣は火の神に仕えるという伝説の怪獣ソドムなのか。次回ウルトラマンダイナ発熱怪獣3000度、お楽しみに。